はい、65歳以上の方の場合でですね、老齢年金が158万円以上、支給されると、受けている方に対して、毎年11月頃ですかね、日本年金機構から扶養親族と申告書という書類が送付されてきます。はがき形式のものですね。で、老齢年金の、請求書にもですね、扶養親族の、申告書の欄がありますけれども、年金を請求した後もですね、扶養親族等にはですね、移動がある可能性がありますから、これは支払い年金額が一定以上の方ですね、年額で一定以上の方にのみですね、毎年日本年金機構から扶養親族と申告書の用紙が送付されてきます。で、必要事項を書いてですね、返信するようになっております。